皆さんこんばんは、お疲れ様です。本日は地方上級国家一般職、卓越公開模試第2回を、受けてきましたので、そちらの方を自己採点結果、発表させていただきたいなというふうに思います。まずはじめに模試の記録を紹介させていただきます。試験は10時開始ですね。10時から10時17分の17分間で文章理解は8問、1問あたり2分、2.125 分で解いてます。はい。で、10時17分から10時51分の34分間で知識問題25問。こちら1問あたり 1.36 分。そして10時51分から11時50分59分で数的処理17問。こちら1問あたり 3.47 分で解いてきます。で、150分の試験なので残り40分ですね。40分余って11時50分から12時03分の13分で数的処理の2回目。12時3分から12時10分の7分で文章理解の2回目。12時10分から12時22分の12分間で知識問題の2回目。はい。で、ここでちょっと8分余ったんで、まあ全体の見直し、マークミスとあるかなという確認と、もう一回文章理解をね、見ました。はい、そんなこんなで12時30分で、150分、50問の方模試が終了したというところになります。はい。それでは、早速結果の方を見ていきたいと思います。はい、前回が、50% ですね。ちょうど50問中25問正解。で、本日は、こんな感じでした。50問中26問正解。52% ということで、目標の 60% には、8% 届かないという結果で。はい。まあ、正答数も前回から1問上がったっていうだけなんですが。まあ、ちょっとまあ、公表は後にして、とりあえずちょっと結果の方を見ていきましょう。そしてまあ、簡単な概略図ではあるんですが、まず社会学ですね。丸ついてるところは正解したところです。はい。政治、法学、経済。社会学調子良かったですね。あ、僕にとってはこれ調子いい方です。はい。まあでももうちょっと正解したいですね、本番は。これが今5問なんで、まあ、半分6問ぐらい取りたいですね。6割ぐらい取りたいです。まあ、地理がすごい調子良かったですね、今回はね。3問中3問取って。で、日本史正解して前回0点だったんで、はい。まあ、どっちも1点ずつ取れたんで、ここは進歩かなと思います。思想も引き続き取れたんですが、ここですね、数学物理は、ちょっとどっちも落としてしまいました。そんなに難しい問題ではなかったんですが、ちょっと落としてしまいましたね。はい。で、科学は2問取って、生物ですね。生物、地学がやっぱり、ちょっと苦手意識があって、まあ、前回の模試から引き続きで、あまり正解できてないので、やっぱり、苦手科目として、まあ、認定していいのかなっていうふうに思いますね。ちょっとこれから対策を強化していこうと考えております。はい。で、文章理解、英語はすごい良かったですね。はい。英語が1問間違えですかね。はい。英語は結構できました。今回5問。前回より出題数が多くて5問出たんですが、まあ4問正解。一方で、現代文は、依然として、割りて正解できないですね。3問中1問。ここも痛いですね。はい。では、今回一番残念なのが、やっぱ、数的処理ですね。はい。社会科学が良かった分、ちょっと数的処理が、ここですね。かなり、結構自信あった問題ばっかだったんですけど、まあ、引っ掛けじゃなかったですけど、ちょっと、難しい問題が、難しくはなかったんでしょうけど、まあ、引っ掛けっていうんですかね。まあ、知識不足だったと思います。ちょっと爪が甘かったなっていうふうに思います。やっぱこれからも数的は勉強していかなきゃいけないなって改めて思いましたね。はい。判断推理がひどいですね。数的推理が、の方ができてますね。数的推理が1問ミスですかね。はい。で、資料解釈も1問ミスで、判断推理ですね。はい、判断推理。まあ全体的に見るとどうでしょう。社会科学はまあ、本番では良くないですけど、まあ第2回目の模試、まあ第1回目からの成長というところでは良かったのかなというふうに思います。まあ地理は前回に引き続きすごい良かったですね。はい。で、日本史世界史も本番では良くないかもしれないんですけど、まあ本番でもいいかな、これぐらいなら。うん、まあ前回4分の0だったんで、そこ4分の2取れたっていうのは非常に収穫かなと思います。いやー、しかし数学物理ですね。前回取っていたところで落としてしまったというのがまず数学物理。科学は良かったですね、今回も。はい。それから生物地学ですね。生物はちょっと結構2問出てるんで、まあ、地学は、最悪、ちょっとあんまり勉強できないかもしれないんですけど、生物はちょっと勉強していきたいなと思いましたね、改めて。
ちょっとやっぱ知識に、ムラがあると言いますか、そんな印象でした。はい。文章理解、英文ですね。まあこの前内容把握の解き方をちょっと変えて、まず本文を読むんじゃなくて選択肢を見てからっていうところで気をつけて、まあ結構今回取れましたね。あんまり内容は読めてなかったんですけど、まあそのやり方でやったら結構解けたんで、そのやり方今後も続けていきたいなと思います。はい。数的にはちょっとひどいですね、ここはね。ここが痛いです。6問連続正解ですね。ちょっと痛いですね。はい。というところなんですが、まあ実際に、どんな問題があったのかというのをちょっと皆さんと振り返って、いきたいなというふうに思います。まずは社会科学ですね。はい。まあ、この辺良かったですね。社会科学結構まあ足も切れてますよね。はい。まあ三角が一応迷ってるんですけど、まあこの辺もちょっと迷ってたのかな。あんまり罰はつけられてないんですけど、まあ最終的には、参議院選挙の、方式というところで、非拘束名簿式。あとここですね。やっぱり特別枠。特定枠名簿登録者。これで、僕はちょっと選択することができました。はい。ここ間違えましたね。あ、信仰の自由。あ、これですね。公務員に対して、憲法尊重擁護の、専権。専権を一律に課すことは、思想良心の自由に違反する。そんなことないみたいですね。はい。されてるみたいです、公務員は。まあ、明治憲法とか良かったですね。ああ、ここですね。ここはちょっと、最近の模試ですごい出てるんで、対策したいんですけど、正直、ちょっと難しいんで、ここは、ちょっとわかんないですね。まあ、自分の中、社会科学のなかったら捨て物かなと思ってます。はい。ここよくやるんですね。メルコスールがよくできたと思います。これですね。日本の雇用システムは、企業別労働組合だと思ったら産業別労働組合でしたね。はい。はい。まあ、この辺は時事ですよね。岸田内閣総理大臣の、所信表明演説の内容だったりだとか、子供や若者を取り巻く状況に関する記述というところで、まあ、育休なんかのね、ものが出てましたが、ちょっとできませんでした。はい。まあ、地理は良かったですね。非常に、V 字谷、線を自然堤防、三角州デリタ。このあたりはすごい良かったんじゃないかなと思います。そして日本史ですね。日本史も1問取れたので、そこは収穫かなと思います。はい。世界史も同様に1問取れたんで、そこは収穫かなと思います。ちょっとね、まだ選択肢切れてない三角が多いですけどね。ここに関しては。まあ、でもよくできたんじゃないかなというふうに、個人的には思ってます。はい。思想もね。まあ、思想はもうほんと適当ですけど。まあ、正解できてよかったと思います。はい、一方でちょっと数学ですね。これ絶対値。ちょっと絶対値を見てなかったですね。もったいないですね、この辺はね。物理もちょっともったいないですね。これ力の向きをちょっと考えてしまったんですね。力の向きとかこれ関係なかったですね。はい。まあ、科学はよくできたと思います。生物もちょっとひどいですね。結構迷ってるんですけどね。迷って結果間違えてるって感じなんで、ちょっと、まだ知識にムラがあるのかなっていう感じです。はい、地学も同様です。文章理解、英語良かったですね。非常に内容はあんまり読めていないはずなんですけど、まあ、問題を解くという意味ではよくできたのかな。あ、ここもね、ちょっと変えちゃったんですね。これ変えてなかったら英語満点だったんですけど、ちょっともったいないですけど、この辺とかはあんま読んでないんですけど、もうこれがそのままピンポイントで書いてあったんで、そのまま書いていったという感じです。しかし、現代文はやはり、ひどいですね、まだ。内容把握か。現代文の方がちょっと僕は解けてないんで、これからちょっと練習必要かなと思います。で、ここから数的ですね。はい。論理はよくできたいと思います。これはね、自分の中で結構難しかったですね。これは難しかったですね。はい。ちょっとまあ、解説全部しっかり復習したいなと思います。トーナメントがあって、これはなんだ？判断推理のなんだ？これは。よくわかんないですけど。いや、これも難しかったですね。はい。これとかは結構自信あったんですよね、この辺も。これはほんとボンミスですね。これ1234なんで、ここ分かったんですけど、1234、ここなんですけど、ここって間違えて選択しちゃいました。もう見直しで防げたミスですね、これは本当に。もったいない。これ難しかったです。これもよく分かんないです。これもよく分かんないです。悔しいですね。この辺は本当に悔しいです。これもよくできたと思います。はい。これもよくできたと思います。これもよくできたと思います。これもよくできたと思います。これ、もう、わかんなかったけどできたなぁ。これ、速さと、この問題で解けるみたいです。これよくできました、本当に。確率、4次章かな。で、最後は、
資料解釈1問として最後正解というところでした。はい、以上で、模試の方も終わりになります。まあ、次回第3回、あるので、次はあれですね、東京消防庁公開模試になりますね。また3月28日ちょうど1ヶ月後来月ありますので、またそちらの方も頑張っていきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。失礼します。